満足すればまあいいけど、その中でもちょっとずつ自分のオリジナリティっていうのかな、自分らしさっていうのがやっぱあった方が個性も出るし、やっぱ愛着もねやっぱ湧くし、まあ、自分のだっていう感じはするからね、やっぱ好きでいじるんだろうから。そこまではないんだけど、基本的にコンセプトというかね、やっぱり趣味っていうのはやっぱそこは趣味だから楽しくなきゃいけない、持ってる以上やっぱり他とあんまり他の車と似てないというかちょっと違うだけど、まあちょっとかっこいいんじゃないのかとか、だけどかっこよくしてもやっぱり実際サーキットで走れなきゃダメ。でももう一つのなんかちょっと派手というか、ちょっとスポーツを意識したスタイルだったらこうしてみたいなっていうのが、なんか思いつきでこの車はなんかいじれちゃうっていう気楽さっていう、だからね、ほんとおもちゃ的な感じで、だからね、ほんとこれはね気が楽で、今までねスカイラインってどうしてもすごく大切な感じで持ってたんだけど、これはねやっぱ最初スタートがボロボロだったでしょだからなんかね、今まで自分の中のなんていうのかな、ストレス発散もできるし、いい汗もかけるし、ある意味自分の裏の表現というかさ、もう一人の自分のなんか表現方法っていうのは難しいけど、楽しむ道具だよ、道具って言ったら失礼だな、もう最初は道具感覚だったけど、もう相棒だよね。でこれね、ミニサーキット走るけど、つくばの TC2000 もまあちょこちょこ走ったりする機会があって、その時にどうしてもねお金かけれてないから、エンジンパワーはもうねノーマルスペック、エンジンもタービンもノーマルでパワーがない車だったから、どうしてもつくばとかになってくるとちょっとパワー欲しくて、でその時にやっぱりあのお金をかけないで持ってるものでってなったら、やっぱりあいつだなって思い始まった。免許取った頃からもうずっと、免許取る前からかな、車やっぱりスポーツカー好きでね、でまあそれの影響で、まあ、免許取って、で FF のライトウェイトスポーツカー CRX のたびに山走りに行って、でもひたすらもう走りまくって、でもうとにかくもうその頃はもうサーキットっていうね走行ができるこの身近になかったから、もうほとんどもうあんま大きい声で言えないけど、本当にそういう山とかをもう夜中に。走るっていう感じで、はい、マサオです。恥ずかしい
FRS ってもう私と同じ本当に車の持ってて全部やっぱ楽しく、うん、車をつなが車からつながって、ただ車だけ本来の車だけを走らせて楽しむだけじゃなくてね、その友達との交流っていうのはやっぱ一番そういうのをメインに考えている仲間たちかな、うん、そうだね。もうちっちゃいもうエアロもののこういうカナードとかね、アンダーパネルとかのものはもうカーボン FRP はもう 100% 私のオリジナルパーツですね。そのパワーの源みたいなものっていうのは自分でもなかなかそんな冷静に考えたことないけどさでもやっぱり自分の車作りって決めなんかこれって決めてはいないけども、やっぱり市販のものをただつけてで、はい簡単に終わりましたじゃなくて、どこかしらに自分らしさを作るためにやっぱり形にしたいから、なんか仕事終わって疲れてもさ、ガレージに入って自分のちょっと形を早くなんか見たいっていうこともあるっていうのも、もう一つなんだけど、あとまあ人のって言ってももう本当に信頼できる友達、 FRS の友達とか本当に分かりきってる友達の何かを作るとか車を作るとかっていう、それをなぜやってるかっていうと、やっぱりもう自分もまあ作ってみたいって気持ちはあるんだけど、やっぱりね本当にもう信頼できる仲間たちをなんていうのかな、幸せにしてあげたいっていうかな、うん、俺なんかがイメージした形で形のものを作ってね、でそれでおおかっこいいねって言ってもらえるほどやっぱり嬉しいことないからね。だからやっぱ疲れててもちょっと調子悪くてもなんか早く見せてあげたいっていうかさ、そういう気持ちにさせてもらえるっていうかな、だからそれがやっぱり俺のパワーになってるよね。なんかうまく表現できないね人のためにやってるわけでもないんだけど、とにかくねあれだね、自分の作った車とか自分を満足するために作ってるんだけど、それを他の人が第三者が見て、あなんかかっこいいね、ちょっと違うね、あんたのスタイルかっこいいねって言われるために作ってるわけじゃないけど、でもやっぱ言われて嬉しいしさ、うん、だそれを仮にもその俺が作った車みたいなものを求める人がいるなら、やっぱりなんか俺なんかが作ったものでいいのって、俺なんかで役に立てるんだったらなんか協力したいなっていう、そう協力したいなっていう気持ちなのかな、それも相当自分の中にある気がする。そうだね、どうだろうな、車作りに関してはちょっとそこはね複雑というかね、自分のため、自分が楽しむためも大きくあるんだけど、そのまた別のなんかねところにはなんか人のをハッピーにさせるっていうか、そういう部分もかなり占めてるような気がするね。できる限り走りたいは走りたいんだよね。でもねやっぱりそれもね体とのバランスもある、あとまあ経済的なバランスもある、まあ、トータルなファミリーとのバランスもある、仕事のバランスもある、まあ、できる限り走りたいけど、やっぱり仮に走れない、サーキット走れないって言ってもやっぱり車好きな仲間とやっぱりつながっていたいっていう気持ちが一番かな。自分が走れなくても人のサポートしたり、そういうのを好きでやってる仲間たちの力になりたいっていう、だから体が元気な限りそういう車のつながりはずっと、うん、やってたいかな。